ついにね、東日本実業団駅伝の前日となりました。さっきね、監督会議が終わって、まあ一応ね、僕のチーム監督がいない、まあ監督がいないというか、まあ僕が監督なので、監督会議に出てきました。明日選手としてね、走る人で、今日も監督会議に出てる人ね、ほぼほぼいなかったんで、だいぶね、多分僕最年少やったよね。年齢層がもう。な、最年少監督みたいな感じでね、まあいろいろ、もらったんでね、明日ね、ついに駅伝です。ちょっとこの動画ね、多分カット数とかも、少なくて、まあ雑な編集になると思うんですけど、ここからですね、まあ前日刺激流して、で、まあ最後にね、区間発表、していけたらなというふうに思います。まあもらったのはね、まあ普通に、こういう、ゼッケンとかね、はい。もらって、あとは、プログラムですね。あ、プログラムね。はい。プログラムね。はい。うん。まあ、何の変哲もないです。あとはまあ、タスキね。明日の。はい。明日のタスキ。これですね。はい。いやー。なんか緊張するな。緊張しますね。いよいよって感じが。ね。じゃ結んどこうぜ。俺ら。これあれ？ああこうか。こういうのってさ、大体監督がやるもんじゃない？で選手に渡してみて。そう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 。いやー。あと選手カード。ID カード。あはいはいはい。まあおなじみのね。結構ね付き添いはいっぱい入れるみたいですよ。このカードさえ持ってる。そう。うちはねもうやっぱりそのクラブチームで付き添い専用のね、まあスタッフとかが別に普通の会社みたいにマネージャーとか監督とか別に雇ってるわけじゃないんで、まあ僕ら選手でもう本当になんとかやっていく感じですね。まあ付き添いも本当各自で用意してもらって、もうみんなご厚意でね、うん、お手伝いに来てくれてる人ばっかりなんで、まあ感謝ですね。ね本当にもう資金力もまあね他のクラブチームに比べてもまあないじゃないですか、うんうん。そういうバックアップが入ってくれてるところもねやっぱないんで、まあ、僕が一からね、まあ、頑張って作り上げてきたチームで、なんとか、この舞台までね、たどり着きました。明日はね、まあ、この駅伝、まあ、先に言っておきます。僕、行くじゃないんで、まあ、僕がこれ、かけるわけじゃないんですけど、明日ね、駅伝、頑張っていきたいと思います。じゃあ、メンバー揃ったらね、全自刺激、していきたいと思います。まあ、僕、303本かな。いつもよくやってるんで。タイムは？僕はもう、ジョグと流しだけで、前日は。OK です。まあ、みんな各自でやるんで、まあ、別にみんなまとまってやって、動画をそれ丸々流すわけじゃないですけどね、まあ、雰囲気だけ、ちょっと動画で見てもらえたらなと思います。誰だあれ、なんか手振ってきたけど誰あれ、あ、滋賀や滋賀来た、本当に分かんなかった。滋賀来た、かっこよ、かっけー、オーラめっちゃまとってるやん。やばいやばい、はい、うわうわうわ、はい、早そう、うちの大エース来たよ。大エース来ましたね。カラスも歓迎しておりますね、はい、うちの大エースが、はるばる兵庫県から到着した模様です。一番遠いんじゃないですか。そうやね、はい、あ、おはようございます。おはようございます。はるばるやってきましたが、はい、まだ区間ちょっと動画で発表しないんで、はい、また後で発表したいと思うので、はい、前日刺激、はい、しに来た、しに来ました。え、何したの今日。 1000m でいいかなって。ああ、2分32ぐらい間違ってますねじゃあまあ準備してください。はい、ありがとうございます。あ、エース白石くん到着なされました。すいません、よろしくお願いします。明日はもうかかってるんで白石くん頑張ってくれないともう僕らタスキつなげないんで、まあアリブまで回ることはないんで繰り上げになるかどうか、うん、もう白石くんの足にかかってるんでよろしくお願いしますよ。まあ最後まで粘ります。はい、もう粘るしかないですから、はい、粘るしかないです、うん、じゃあよろしくお願いします。刺激は何する？1000？刺激は1000m でしょ。 OK、ロングの距離であんまりやらないんですけど、結構疲労もないこともないんで、10001本だとちょっと明日きつさ残るかなってことで303本でいきたいと思います。だいたい48ぐらいから始まって、2本目45で、まあ3本目が42、3とか、まあいけたらですけどね、まあほぼ3本目は全力みたいな感じでねいつも言ってるんで、まあそれでやりたいと思います。で間は 100m 1分みたいな感じです。でちょっと僕一人ですけど行ってきます。
まあまあ予定通り行けたですね。結構42秒でラスト上がったんで、まあ、やっぱりあのこのベイパーあのスピード出ないって噂になってたじゃないですか。いや嘘ですね、はい、普通に走れると思うんで、まあまあ明日ねしっかり多分前半速くなることっていうのもね考えられるんで、まあある程度速く突っ込むこと、どうしてもケニア人の選手がねバーッと揉まれていくと、まあ、滋賀がそれぐらいの記録で来てくれたらね、揉まれていったら絶対後半あの上がっていった、あその前半ねしっかり上がって入っていって、でまあ後半多分きつくなるっていうのは当たり前なんで、もうゆっくり自分のペースで走るっていうのはもう多分不可能なんで、ある程度このスピードに耐えつつね後半なんとかね、まあ、維持をレイリー代表の維持をね見せれたらなと思います。あ俺区間2区言っちゃった、まだ発表してないのそうやお前区間発表してないのに2区みたいな話しちゃった、はい、まあ、後で言いますけど2区です、はい白石くん後ろから見たらむっちゃダサいわそのタイプ、タイプマジで白黄色はマジダサいわ、すまんけどどんぐらいで2人とも行きます？45から50秒あたりぐらいで、はい、ってことはまあ2分42ぐらいですね。あのこの2人は結構あのペース嵐なんでこの2人言ったペースより大体速く走るんで、あの後ろつくとすごい迷惑なんですけど、前半は白石くんが引っ張ってます。あ、オッケー。その 1000m やのにそんな引っ張り合うみたいなの？一応明日のこと想定して、そうやな、どっちかというと白石くん引っ張ってくれた方が、志賀も人の後ろにつくのが明日仕事やから、もう絶対前出ないことね志賀は、はい、まあ後半は引っ張ります、うん、あ待ってまた区間言っちゃったまあいいやまあいいやまあいいや、はいはい、いや聞こえんでしょ、あれ二人時計つけてないの？刺激なんで気持ちよくね行けたらいいんじゃないかなと思います。ちょっと大金選手はねあの今来たのでちょっと前日刺激はね非公開ということで、彼はこの後一人でやることになると思いますけど、それはちょっと動画には流さない感じでね行きたいと思います。ラスト200ついていこうかな、いけるかな、練習用シューズに入っちゃったけど、はい、ネイさん。あ、到着なされました。到着しました。下北沢の人ですか。いや、高円寺です。あ、なるほど。はい、どうしたの？お前コメント欄でなんか叩かれてたけど。
おしゃれになり下がってますねみたいな。風間変の方が好きなんですけどって。俺も見たわそれ。でしかもさ、結構アンチっぽいコメント欄にめっちゃグッとついてたからそれに。そうついてた。そう。なんでこいつだと思って。ああいうさアンチっぽいコメントって結構みんなねグッとつけへんのにさ、うん、結構いいね押されてたから世間から思われてるんじゃないですか。今はもう引退しましたね。まあそうですよね。ということでね、はい、一番最後に到着しました。はい。黄金天使です。まだ区間発表しないんで。ちょっと後でね、はい、あのしたいと思います。刺激は何しますか？まあ、300ですね、今日は。あ、3本。3本。これ、靴、それ、持ってたっけ、それ。いや、最近買ったんですよ。あ、そうなんや。はい、うちベイパー3多いよね。白石くんもベイパー3やったし。うん。とりあえず、じゃあ、行ってください。はい、まあ、多分、大金くんの、刺激は取らないです。はい。じゃあ、あとはエンディングで、区間発表したいと思います。はい。はい、ということでね、刺激終わりましたんでね、最後に。区間発表、ちょっとさっきねだいぶネタバレしちゃった部分もあるんですけど区間発表していきたいと思います。はい、じゃあまず、あ待って、その前に、うちのチームのね目標、まあ、ちょっと僕いろいろ考えまして、まあ、目標なんてね別になくてもいいんですけど、一応まあこの場で言っておくとすると、まあ、クラブチーム、まあ、3位以内かな。まあ妥当じゃない。まあね、うん、まあ多分絶対勝てないだろうってとこが多分2個あるんですよ僕らの中ではね、はい、もうほぼ実業団、元実業団選手と、もう箱根、元箱根ランナー、僕が7人いますみたいなとこが2つあるんで、まあ、ちょっとそこ厳しいかなっていうのは現実的に考えて、まあ最上位3番かなと、僕らが目指せる最上位3番かなということで、一応クラブチーム目標3番です。はい。で、基本的にはオーダーの特徴としては、もう前半勝負。はい。タスキがね、やっぱり繰り上げスタートになることが、ほぼほぼ確定している部分はあります。6区、7区とかもね、ほとんどの確率で、繰り上げすると思うので、いけるところまで行きたいということで、前半重視、ほぼほぼ、早いの頭から並べた感じにしてますんで、そんな感じで戦っていきたいなと思います。じゃあゼッケン、はい、1区志賀です。はい、ありがとうございます。まあうちのね、今年度一番ね、おそらく走れる選手だと思ってます。いやでしょう。ね、いやここはね本当にチームみんなで区間どうするって考えた時にね、まあ1区志賀、まあ問題ないでしょうと、文句ないでしょうと、ほぼほぼね、満場一致で1区決まったんで頑張ってください。はい、集団走得意なんで、しっかり後ろについてもらって、はい、はい、もうそれがね、彼の役目です。まあ、あまり無理して、実業団とかね、はい、しています。はい、あんた、松枝さんについていっちゃダメよ。生きんなよ、お前。落ち着いて、そう。お前、楽やからって、松枝さんに勝負挑んでな、お前、最後、垂れんなよ。はい、現実見てください。はい。はい、ありがとうございます。続いて2区、レイリー。はい、はい、僕行きます。はい、まあ、僕は調子乗って、イエゴン・ヴィンセントについていかないで。頑張ります。自分の走りで。まあ、日本人選手の中でね、上の方、なんとか頑張って取ります。まあ、僕も結構今シーズン、正直当たり外れが、あるっていうのは、自覚してるんで、まあ、あんまり冒険せずかなと。冒険して、やっぱり、ね、滋賀と一緒に走った、ATT の時みたいにね、はい、3分20かかっちゃったら多分名誉かかっちゃうんでね、しっかり3分から3分5秒のペースで、刻んでいけたらなと思います。で、3区。ここね、最長区間、16.5 はね、まあ、やっぱり、そうですね、白石君からの。まあ多分白石くんがチームに加入してなかったら、まあ僕が横内さんが言ってたかなと思うんですけど、まあ夏前ぐらいに加入してくるんでね、はい、横内さんの最大のチームへの貢献度は白石くんを加入させたことです。まあ本当に今年29分台でチームで唯一走って、うん、まあクラブチームの中で29分台で走ってる選手なかなかね、いないね、いないんですよ。だから本当にクラブチームの中では区間1位取れる可能性もね、秘めてます。本当に強い選手なんで、期待してね、見たいと思います。で4区領事。はい、領事。今、いないです。いないです。はい。沖縄出身の、富山領事ですね。城西大学出身で。まあ、5000がね、結構自己ベスト早いんですけど、まあ、今シーズンあんま試合に出てないんで、まあ、未知数な部分はあるんですけど、まあ、前回の3000とかでもね、横内さんに、先着して、チーム2番でゴールしてね。まあ、本当に前半突っ込んで後半もしっかり粘っていける、タフさがあるので、まあ、この区間ね、ハイペースになってくる可能性もあると思うんですけどね。まあ、今、チームの中で、ここ1、2、3の次にね走れるの、まあ領事かなってことでね、領事に4区にしました。 9.5 キロ、まあまあまあ距離はありますけど多分大丈夫だと思いますね。で、あれ何だっけ、あれお前ゼッケン取った？いや取ってないです。あ、そっか、あれ5区はあれあった、あいや走れない、もしかして。5区アリム、はいはい、元小和田の撮影者です。はい、最短区間なんでね、まあ重要度はね一番前回の中で、ね、低いとね、まあ、思われがちなんですかね、うちとしてはですね、やっぱりタスキがつながるかつながらないかのね、絶妙なラインなんですこの5区っていうのはね。でまあ 7.8 最短区間といえどもね、まあ 7.8 あるということで、まあ、本人もね5000ぐらいまでならっていう感じで、まあちょっと 7.8 という距離がねどこまでいけるかっていうのはね本当未知数なんですけど、
まあ、絶好調の、ね、シーズンなんで、なんとか頑張ってほしいなと思います。はい、まあ、単独走にあのなるか、もう繰り上げだったら集団走になるか、どっちかだと思うんで、まあ、状況状況に応じて、頑張ってもらえたらと思います。です、6区。はい、これは横井さんです、はい。はい。これもいないんでね。はい。もうカットです。横井さん特に話すことないです。ないです。まあ、安定して3分、5から3分10ぐらいでも絶対、言ってくれるし、まあ、それ以上もないんでね。絶対それ以上ないんで。絶対3分切って入ってくるわけないんでね、あの人が。もう安定して、確実に、まあ、走ってくれると思います。で、アンカー最後。はい。お金です。はい。まあ、これはね、うち、チームトリガーが、創設された時から決まってました。2022年4月1日から決まってました。大金アンカー。一番早い。はい。一番最初に決まりましたね。本当にね、もう20ヶ月前ぐらいから彼のアンカーは決まってたんで、まあ、満を持してね、アンカー、任命したいと思います。はい。まあ、本当はね、うちのチームの今の状況と走力だったら、まあ、ここ、逆かなと、本当はね、思うんですけど、うん、まあ、やっぱここはもうチームトリガーとしてね、アンカー、大金、12.9、むっちゃ長いです。長えな。長えよ、ほんまに。長え。ただ、まあ、最初に言うとこもなんですけどね、まあ、100% 繰り上げです。はい、はい、ここまで10分以内で繋ぐことはないです。はい。なので、まあ、集団走です。はい。しっかり3分10から20でね、集団で、刻んで、ラストスパート。競技場で抜け出して、そうですね、はい、しっかりあのポーズでやっていただければなと思います。はい、あのポーズをするために一生懸命走ります。はい、きつすぎてあのポーズ忘れてる可能性がその時は、ごめんなさい。その時は来年もう一回ね、もう一回アンカーね。やだー、 7.8 キロがいい。やらなきゃいつまでもアンカーやから、お前やったら短いとこ行けますんで、もう何が何でもやる。はい、よろしくお願いします。はい、ということでね、この7区間で明日勝負したいと思います。テレビ放送とかはね、多分ダイジェストで、1時か2時ぐらいからね、うん、なんか関東でやるらしいんで、まあおそらく、まあ映らないかな。もしかしたらタスキリレー、まあここぐらいまでだったら、1、2、3ぐらいまで映るかもしれないですけど、まあなんとか映れるようにね、頑張っていきたいと思います。で、YouTube でね、ダイジェストみたいな感じで、僕らのね、裏側まとめた動画もですね、また、試合終わってすぐにね、編集して、爆速で俺が編集してね、出したいと思いますんで、皆さんね、ぜひ当日応援よろしくお願いします。お願いします。お願いします。では、頑張りましょう。ありがとうございました。Yes.